アルベルト・アブディエル・キンテロ・メディナは、パナマ・パナマ市出身のプロサッカー選手。パナマ代表、ウニベルシタリオ・デポルテス所属。ポジションは、ミッドフィールダー。地元パナマ市に、本拠地を置く、チョリージョ FC でキャリアをスタート。2008年夏、スペインに渡り、アマチュアクラブのトレジャーの CEF に入団。2009年夏、セグンダ・ディビジオンの FC カルタヘナに移籍。 新天地では、サポーターの人種差別もあり、適応に苦しんだ。1シーズンでクラブを退団し、セグンダ B のオンティニエンテ、CF を経て、パナマに帰国、フルスのチョリージョ FC に復帰した。2013コンカカーフゴールドカップでの活躍から、CF パチューカが興味を示していると報じられたが、メキシコ2部のロボスデラブプに移籍した。二0七年、カナダで開催された、 FIFA ユーマイナス20ワールドカップに参加した。同年のグアテマラ戦で A 代表デビュー。2018FIFA ワールドカップでは最終登録メンバーに選ばれたがトレーニング中に骨折し離脱。代わりにリカルド・アビラが招集された。2019年9月5日のバミューダ初等戦で代表通算100試合出場を達成した。ありがとうございます。